ハリカナサスはアイルランド生まれの競争馬である。馬名はマウソロスレービオが作られた小アジア西部のカリア国の首都の名前に由来する。2006年6月24日にニューマーケット競馬場で行われた新馬戦で到着ながら初勝利を挙げる。7月にニューマーケット競馬場で行われたスーパラティブステークスにて重賞に初挑戦し勝利を挙げた。 そして10月のデューハーストステークスでは、テオフィロラに敗れ14着という結果に終わった。2007年、4月のグリーナムステークスで3着、5月に2000ギニーに出走したが17着だった。しかし続くコックドハットステークスを制し、6月3日のジョッケクルブ賞に出走するため、フランスに遠征したが15着だった。帰国後の7月のバーレントロフィーは5着、続く、 グッドウッド競馬場で行われたハンデ戦で12着と、連敗が続くが、ランカスターステークスを制し、重賞2勝目を挙げる。続く9月のストレンソールステークスは2着、セレクトステークスは5着だった。そして9月21日にアークトライアルを制し、重賞3勝目を挙げた。この年最後は日本へ遠征し、第27回ジャパンカップに出走したが17着だった。 2008年は12戦したが未勝利に終わった。2009年は20戦してトルコのボスフォラスカップを含む3勝を挙げた。2010年は13戦して1勝を挙げた。2011年は13戦して1勝を挙げた。ボスフォラスカップへの出走後、守護場バとなるためそのままトルコに留まる予定だったがイギリスに戻り、もう一戦して現役を引退した。ありがとうございます。